ちは日本一の見えないの霊能者塩の山ライオンハートの三枝クララです。いつもありがとうございます。今日は2021年12月9日今日は神様から2つのワード、そういうあの啓示を受けましたので、そのことについてお伝えさせていただきます。1つの啓示は持ち出し、ね、で持ち出しってまあ分かりそうで分からないような、それで持ち出しっていう言葉をこう調べてみると、持ち出しとは1、持って外へ出ること。まあ例えばね、非常持ち出しとか資料の持ち出しを禁ずるとかね。で2、予定より多くかかった分の費用を自分で負担すること。例えば出張費用が持ち出しになる。で3、要塞で空きのところがこう重なるように布を立ち出したり別の布を付け足したりする部分、こういうのも持ち出しで、私がこう受けた啓示はこの2番目の意味の予定より多くかかった分の費用を自分で負担すること、これだからめちゃくちゃ損してるっていう意味でね、一番ね、こう一人一人の財産が持ち出されているっていうのはもう税金、もうざっとここはもうこの話題をね調べたらもうこと書かない、最近ではねこの、小室さんご夫妻の2人の幸せなニューヨークの生活は誰のお金なんだとかね、ここマスク懐かしいねうちもねこのマスクまだあって邪魔でしょうがないんですけれども、もう国民はこうみんなこれねもう怒っている。あのこのね、要するに持ち出しっていうのはこの予定よりね多くかかった分の費用を自分で負担すること、これが予算ね、でこれ使っちゃった、でここの部分がここがねもう持ち出し、もう私たちは持ち出しされているっていうことを今朝啓示で受けました。それでさっきね2つのワード啓示で受けたって言いましたけれども、もう一つの啓示、それはルシファー、持ち出し、そしてそれを指南しているもうボスはルシファー、悪魔崇拝の人たちがここの持ち出しの部分を貪っている、ね、もうでもねこう闇はこう光には勝てない、これがねもう明らかになっていけばもうゴキブリと同じもう見られたらこうおしまい。聖書で神様はこう言われています。箴言の 10-9 より、まっすぐに歩む者の歩みは安全である、しかしその道を曲げる者は災いに遭う。外国のニュースとか暗いニュースしか明るいニュース入ってこないねもうこう暗いニュースばっか耳に入ってくると、それが明日日本に起こるのではないか、自分に起こるのではないかって恐怖の方が強くなりますけれども、もう大丈夫、まっすぐに歩む者の歩みは安全である。こう神様本当に約束して、また私たちをねもう日々守っていてくださるから、神様を信じてもう笑顔で暮らす。もうね私やってることはもうトイレ行ったり何か行ったらもう必ず、ほとんどね鏡がありますよね。もう手を洗ったらもう必ずそこでその時の状態がどんなんでも、もう最後の仕上げは鏡を見て口角を上げてニコって笑ってそこから離れる。これねトイレ行くたびに必ずやっています。それでね私たち国民ももうこのねルシファーによる持ち出しはもうノーって、もうちゃんと一人一人がね強い気持ちを持たなきゃダメ。
例えばね、夫からこう DV を常日頃こう受けている奥さんって、だんだん気持ちが麻痺をしてきて、自分がこう DV を受けていることも、もう認めたくない、そこからこう逃げて、もうだんだんこう疲弊していって、もう何もこう抵抗できなくなってしまう。もうそうしたら、もうますます DV の夫はつけ上がります。その現象がこう日本にも起きている。もうダメなことはダメの、今日はこう神様から持ち出し、そしてそれをやらせているのは、悪魔ルシファーだっていう啓示を受けました。こうやってね、明らかになっていくことは、もう光の道への第一歩だと思います。じゃあ今日はこの辺で、またね、バイバイ。お金様光あれ。たこ焼き食べたら家に帰ろう。まんまるい心になって思い出そう。いつだっていつだっていつだって。